この旅行が終わっても、あんたとまたいつか。そうね。今度は二人っきりっていうのも悪くないかも。その時はよろしくね。あたしの旦那様。なんてね。お疲れ。伝説のオアシス探しに国を揺るがす大騒動。お前さんといると本当に退屈しないね。次の旅はどうなることやら。それは次回のお楽しみってね。終わっ。この旅行が終わってもあんたとまたいつか。そうね。今度は二人っきりっていうのも悪くないかも。その時はよろしくね。あたしの旦那様。なんてね。